えー、今回は悔しい敗戦でしたが、えー、悲観する内容ではなかったです序盤の失点こそ痛かったですが、えー、守護がないですね、えー、校長の名古屋さん相手に意地に1点に鹿島戦からの成長を感じました、えー、次の柏戦から上位殴り込みをかけていきたいですということでと札幌のセフィロトさんからいただきました。 えー、今節の札幌ドームはスカスカだなと思ったら札幌市内の学校が運動会だったそうですと逆にだから<ー>小学生がいっぱい来てるってことでしょこれね学生が一、えー、<laughs> 時からあお父さんお母さんもね1時から1時だったので来れない方が多かったらしいと、えー、来年は運動会とかぶらないスケジュールにしましょうってことでいやーあーなるほどもうあれはしない ちょこちょこ運動会を試合前にやったらいいんじゃないのずらして。札幌ドームでやったらいいんじゃないの運動会で。なんで間に合うスタグロもあるし。ね、<laughs> 毎回どっかの運動会が怒られてたらいいんじゃないの試合の前に。すげえな、そんなこと起こったら。ねそうかいやいや、ありがとうございます。そんな情報まで。えー、さすが地元ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。うーん,うーん